焙煎のおでこの方が明るい。反射していないだろ。あ、見て。あのね、この江戸川区のここら辺の駐車場、100円パーキングの駐車場料金。なんと、俺びっくりしたんだけど、ここら辺もめちゃくちゃ安いんだけど、まあ駅前の方も安いんだよ。1日駐車して、まあ2000円いかないぐらいなんだけど、見て、これ。ここら辺。駐車後24時間、880円。安くねこれ。マジ、俺の飯代、俺のね、一食分の飯代、行くか行かないかぐらい。俺の一食分の飯代より安いかもしれない、下手したら。安いよな、これな。安いよね、俺もびっくりしたんだけど、今見て。880円安いだろ、これ。24時間ならね、普通0時から24時で808円ぐらいってわかるけど、それ以降また別料金じゃん。マジで。びっくりするよ。コンビニ弁当とか食ったら大体800円とか1000円ぐらいいくだろ、飲み物と、ね、弁当買ったら。そんぐらい行くよな、一瞬。普通に。いや、どっかタバコ吸いてえな。駐車場がいいよな。ここはダメだな。もうちょっと行こうか。ソーセージパンあんま食わなかったな。ソーセージが噛めないから、引きちぎんないといけないから、食わなかった。うまくねえんだもん。もうなんか、今、ソーセージ、引きちぎんないといけない。噛めた時はね、まだ前歯があった時はよかったけど。前歯がなくなってから、いろいろとね、食うもんが。噛めない。道でも少し分かってきたな、なんか、俺。全然、あ、トラウトマン大佐いらっしゃいね。いや、暑い。もうちょっとゆっくり歩こうか。俺歩くの早いんだな、多分。だから汗かくんだ、これ。ゆっくり歩こう。本当はこれぐらいなんだな、人が歩きってな。俺歩くのが早いから多分汗かくな、これ。ハンカチ今度買おう。いや、ちょっと喋りづれえな。健康にはいい。もう健康中の健康でしょ。まあ、歯が健康じゃねえからな、俺な。これにタバコ吸っても平気だな。ちょっと横道入ってタバコ吸おうか。道路側だと車通るとき困るか。あ、あそこでいいや。彼女さんとあるときもその速さ。いや、彼女は合わせてる。今の彼女と歩くときはなるべく歩くの速度合わせてるけど。血圧は高くないんじゃない今。昔高かったけど、今は高くないね。あ、ここでいいわ。ここでタバコ吸おう。明るいし。あれ？警察官だ。なんかまたあったな。なんか事件が。またなんかあったな。警察官がいる。どこ行って、どこ行って俺に用事だったらウケるよね。ここは多分俺の管轄内やと思うんだよ。多分な。管轄内。あ、おっす。おっす。なんかあったんすか？いや、特にないです。あ、びっくりした。今日ここまで来てるんですか？今日ね、さっきカニの抜け殻があって、カニ？そう、役所の近くに。それをちょっと、写真を撮ってツイッターに上げたんだけど、はい、放送で嘘って言って行ったんだけど、もうなかった。なんかなかった。なんか2、3万ぐらいの価値がある。カニですか？そう、カニの抜け殻。うん、だから、それを薄いに行こうと思ったら、もう、持ってって。なんだかんだで。ありがとうございます。じゃあ、両手で警察官だ、警察官。警察官、警察官。そうそう。な、こいつ出てからして、だからもう俺、な、ね、新小岩の、携帯で、ね、喋りながら、ね、深夜に放送してるおじさんってもう有名だよ、多分。警察官には。うん、そう、あれ、あの人は若い人ね、顔見知り。うん、もう3回ぐらい会ってる。警察官さん、だってあっちから挨拶してきたろ？おーってあっちから行ってきたでしょ？俺からじゃないか？俺からさ、ね、なんか明らかにさ、おー知ってるみたいな感じじゃないじゃん、まず。ね？それだったら変じゃん。なんか、別に警察に言う必要もないじゃん。うん。
リサの方とは違う違う。警察官です。俺がだからね、市民の安全をこうやってね、巡回して守って、俺これから腕章つけようかなと思って、本当に。じゃあ腕章。もう、だって夜こうやって外から配信してんじゃん。ね。腕章つけときはさ、ね。そう、防犯にもなるしさ。中橋なら職質？職質受けないね。警察官来るよ。警察は通報したら来なくちゃいけないから。ただ俺を見て、俺ってわかるから、それで終わり。それで談笑して終わりだよ。大体。毎回。この前知らない人間いて、ね、知らない人間いて、多分、こう、なんっけ、転勤とかでさ、知らない人間いてきたけど。そう、パトロールだからね。新恋は特にね、これ事件多いんですごい。詐欺事件。だからいい子で俺悪いことしてるわけじゃないからね。だから俺もうあれだよね。自分で家借りるんだったらほんと新恋は周辺に借りるわ。マジで。だって、俺にとってすごいよくね。ね、警察官顔見知り、ね、顔見知りがほとんどだし、すごいもんね、俺にとっては。すべて。別に職質されて、別に正面取ったら別に何もないしさ。何も悪いことしてねえし。ね、今俺の放送400人ぐらいしか見てないわけじゃん。世間狭えなと思って。早く部屋から配信してな。落ち着かないよね。なんもないな。話せる話題がないよ。この4日間掃除しかして、4日間3、3日間掃除しかしてないし。29日、どっか行くか。29日は放送できるんだよな。普通に機械でもなんか熱いよな世界で知名度だけあるよね人気ねえのに、便所太郎みたいだねそう考えると、知名度はあるけど人気はない。俺も便所ぐらい下がってっかな今後。あとねそうだ俺がこの前さ、だっけ、マルコさんか、とコラボしたじゃん。まあね、カズ軍曹とかと、あと中村くんだっけ。で、今後ね、だっけ、マルコさんと特別絡むこともないし、まあ特別距離を取ることもないけど、まあ、なんか別に、なんか306行くこともないし、まああれっきりじゃな、あれで終わりって感じかな、今のところ。俺も気向かないと動かないしね、どっちにしろ。だから、まあ、それで叩いてる人間とかいたんだけど、ね、マルコさんと絡んだことによって、気に食わない人もいると思うけどね。あ、フェイフェイ、ありがとう、ナムル。やったー、ありがとうございます。あれだよね、ほんとね。いや、まあなあ、疲れたな。歯医者も断った。歯医者はツイッターの DM で断った。自分の事情で、歯医者も、行くのやめます。まあ事情って言っても、ただ単に、歯医者やめようと思っただけ。あんまりなんかさ、なんかいろいろなことやってもらってって、な、歯医者なんかやってくんねえじゃん、普通。そこまでなんかやってもらって、また他のことやってもらってって、どつぼにはまるそうじゃない？だから、まあある程度、ね、少しこうやって支援とかそういうのがあるのは別に構わないんだけど、そうではなく、まあね、リスナーさんが支援してくれるみたいに、そういう風だったらいいんだけど、なんか特別なことをこうやってやってもらうと、なんか、貸し作っちゃって、逃げ場がさ、なくなっちゃいそうだから、やめた。まあそれが無難かなと思って。
歯はね、自分の金で入れれば、まあ、リスナーさんその分のお金返してくるじゃなくて出してくれるって言ったから。歯医者、まあ、怖い。その、一日でやるって。一日か二日でやるって言ってたから、怖いよ。怖くない？歯抜いて、で、入れ歯の型取って、入れ歯入れるっていうのを、一日やるって。抜く歯もあるからさ、四五本は。怖いもん。正直。なんか障害とか出ちゃう。保証できねえでしょ。怖いんで、やめました。抜くの怖いよね。しかも、同じ箇所って2本までしか抜けないんだよ、1日。うん。で、ここ、下の歯がさ、残ってるからさ、それを連続で抜くの怖いじゃん、4、5本も。だから、やめたよ。やっぱり。うん。パイセン警戒してんの？やっぱ、警戒するよ。噂も聞いてるしね、少しね。警戒するよね。まあなんか、あとはまあ、一番なんか俺にするってより、最終的になんか俺と喧嘩になるような気がした。あの、マルコさんの、そのね、三倍目ヒカルにガーって言ってる感じだったりとか、ああいうのを聞いてる限りは、下手に近づいても、めんどくせえなと思ってて。最終的になんかそれしかないんじゃないかな。だからやめた。そう、俺どっか衝突強いと思うもん。あんなんじゃ。まあ、暴力は振るわなくてもさ、ネット上の喧嘩とかくだらない。家見つかってないよ。まだ自分で家借りる金もない。ゼロなんで、とりあえず。まあ、住む場所は、まあ、決まったけど。みゆみゆらしい。決まったつか住んでるけど。